どうも皆さん、こんにちは、ノーマンです。ということでですね、最近僕、早起きに、まあ趣味と言いますか、早起きにハマってまして、今日もね、朝の6時起きぐらいにしたんですけど、逆に今めっちゃ眠たい、そんなノーマンです。よろしくお願いします。対戦よろしくお願いします。今日も、俺がやっていきたいと思います。めっちゃ眠いよね、今。なんかね、早起きすんの好きないけど、まあ6時ぐらいに起きたかな、今日も。6時半ぐらいに起きて、まあそこからずっと起きてるわけなんですけど、昼ぐらいがマジでピークで、今もうほんとね、右脳が動かない。右脳が動かなくてもフォールガイズはできるのか、そういう検証動画やっていきたいと思います。対戦よろしくお願いします。まあそんなことはどうでもよくてですね、シーズン6の最新情報が来てしまいました、皆さん。心せよ。はい、第2試合目、フォールガイズの、何やったっけこれ。やばい、まだ脳が眠ってる。ちょっとわかんないけど、なんかわからん。シーズン4ぐらいで来たコースやっていきたいと思います。対戦よろしく。あー、やばい、アップな、アップな、アップな、今、アップな。誰かを掴んでたおかげで落とされなかったわ。危ないな。なんか最近よく噛むんよね。まあ、そんなことはよくてですね、シーズン6の、まあ、情報といいますか、もう動画がね、まあ、こんなコースが来ますよっていう動画が、まあ、リークなんですけど、リーク情報で出てまして、まあ、ちょっとそれをね、僕のチャンネルで紹介してしまうとちょっと赤番食らうらしいので、まあ、ちょっと紹介はできないんですけど、まあ、よかったら見たい人は、まあ、概要欄に一応貼っておきます、その動画ね。まあ、俺は正直、待ちたい。自分の目で見たいし、ちょっとあんまりね、ネタバレ食らいたくないっていう気持ちがあるんですよ。コースだけはね。コースだけは、ネタバレ食らいたくないっていう気持ちがあるので、上手すぎちゃん。ちょっとね、俺は見ないんですけど、なんか今回ね、コメントとかはちょっと見たいけど、みんなの海外の反応ね、めちゃくちゃいいらしいよ。すごい長いコースが来るらしい、レースコースでも。よくやりましたね、メディアトニックみたいな反応がよくあった。続きまして、スライムプライムやっていきたいと思いまーす。まあそういうことで、まあ今回俺は動画見てないんですけど、ちょっとサムネだけ見ちゃったよね。で、雰囲気とかはわかんないんですけど、どんなコースだかとか。でもチラッとだけパッと見ちゃったんですよ。で、その時に、まあなんかロゴ?フォールガイズの次のシーズンのロゴがちょっと見たんですけど、あーうわ、嫌がらせしてくるやついる。そのロゴ的に、まあ公式的にはね、まだ何も発表してないんでわかんないんですけど、次回のテーマ、シーズン6のテーマ、例えばシーズン5とかやったら、2000何本?なんか未来をテーマにしたやつやったりとか、シーズン2やったら、まあ中世ヨーロッパとか、まあ雪か。雪があったりとか、シーズン3やったら中世ヨーロッパとかいろいろあったんですけど、今回のシーズン6のテーマはおそらく俺の、まあ、見た感じ予想なんですけど、パーティー。急になんか概念みたいな話しちゃうかもしれないけど、これが今日のテーマだって感じじゃなくて、なんか今回のシーズン6はね、なんかちょっとパーティーっぽかった。まあ、遊園地かな?どっちかっていうとパーティーっていうか。なんか遊園地っぽい感じがした。のでですね、おそらくその遊園地をテーマにしたいろいろアミューズメントパークみたいな感じのが盛りだくさん。そんなコースになってくると思います。シーズン6は。皆さん来ました。ファイナルラウンディングティヌス。ロストテンプル。通称ゴミやっていきたいと思います。対戦よろしくお願いします。これでも人数少ないからまだ、うわ、終わった。いや、よかった。右誰も行ってないわ。ありがとう。感謝します。感謝したいという気持ちだけ溢れている。うわ、終わった?いや、うわ、誰か一人行ってんな。早い早い早い。やばい、あいつに独断させてはいけない。やばい、そっち。開く。うわ、開いてる。やだ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 。うわ、なんだ、ぶっ飛ばされて飛んできたやつする。こっち。邪魔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 。よし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 。ここ開いて。うわ、なんでそっちなん?そんなことある?そこ、あ、こそ、あそこさ、開けば俺の勝ち当たるにも。ここじゃない?いや、ここじゃないね。てか、戻るんだ、これ。戻って、これ、右だな。右外周だ、右外周。いや、外周ではないかもしれんけど。外周ではないパターンある。うわー、これ負け、これまっすぐだな、多分。わー、そうだ、負けた。もう、このゲームやだ。もう、このゲームやだ。すごい押されるし、もう。ゴミ。相変わらずゴミ。あ、待って、みんな。めっちゃ久しぶりにこれある。リルイエティ。ちっちゃいハンマー。これ一応ね、隠し要素なんですよ。懐かしいな、これ探す。これで5つあるんかな、全部で。これ探すために俺ね、28時間やってたんかな、確か配信。懐かしい。概要欄に貼っておきます、そのコミ。え、待って、負けるんやけど。あ、危な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 、ちょっと待って、負けます、僕。危な危な。よし、ありがとう。はいはいはい、取りました、取りました、取りました。これで安泰しよう。危ねえ。やばいやばい、負けそう。頑張れ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 、赤組、いや違う、黄色組。頑張れ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 、黄色組。ありがとう。さて、もう来ました。尻尾オーグですね。さっきも尻尾コースやったの、なんか尻尾コース多いな。俺は好きだからいいんですけど。やばい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 。なんかすごいな、あいつの動きが。いやらしいじゃないか。あのパンダ君に決めた。いや、こいつに決めた。なんかこういうね、狼のスキン着てるやつね、大体強い説俺はマジ提唱したい。
やばい、ちょっと待って、逃げる、これ一旦緊急回復装置、危ない緊急脱出装置ね。何緊急回復装置って、危ない危ない危ない。ここら辺俺のね、まあ俺の、まあ領地、まあ地元って呼んでるんですけど、ここで逃げるの好きなんで。けどね、結構人が集まりやすい、危ね、集まりやすい気がする。緊急脱出装置、危ねえ。これで一旦上に上がって逃げると。危ない危ない危ない。危ないっすよみんな。緊急脱出装置。やっぱ脱出装置周りでランニングするのが一番いいのか、もしかしてこのゲーム。今更ながら気づいてしまったかもしれない。そういえばね、俺そろそろ1000時間超えたんですよね、このゲームのプレイ時間。1000時間超えてしまったんですよ。単純計算24時間で1日一生。ので、100日とちょっと150日ぐらい。なんで、1年の半分ぐらい。まあ、半分はないか。100、まあでも半分ぐらいか。160日か半分。半分もないけど、まあ1年、まあ1年のちょっとをもうやってるんですよ、このゲームに。すべて費やしてる。どう思いますか皆さん。いぶかしすぎません？危ない。やばい。それ無理。うわ。最低お前。最低。ありがとう。危な。とりあえず取られたら最低って言いまくればいいんです。そして来ました。ファイナルラウンド。パッキンパッキンアイスヌとかいうゲームやっていきたいと思います。対戦よろしくお願いします。あ、やばい。あいつ落ちたな。うわ。俺も落ちるんかーい。ファイナルラウンディングテニスクラウンマウンテン通称山やっていきたいと思います。ハンマーもないし超プレーンだ。これ自分の足のみを信じることができたやつが勝てる。そんな素晴らしいコースですね。これねシーズン1からあるコースなんですけど、正直一番好きと言っても過言。それは過言。一番好きなのはクソ寺ですね。好きなのは寺ない。やりたくないけどし、やったらイラつくんやけどあのコースはね。けどまあ好きなのはロストテンプルなんです。What?意味がわからん今の。誰が避けれましょうか今の。怖すぎ、危ない。よしよし。でもこれで、後ろの構造結構やれたんじゃないか今ので。これ怖いな。真ん中から行きましょうか。こっち行きます。そしてこっち行きます。やばいやばいやばい。やばい、それはやばすぎ。な、こ、よりゃ地形よりゃ俺の前を行く手を阻む者は何人誰とて許せませぬということで、シーズン5のテーマ。まあおそらく遊園地みたいなそういうテーマパークみたいなワクワク系のパーティーみたいな感じだと思います。皆さんねこうじゃないかって思うのあればコメントで教えていただけるとありがたいです。ということで高評価も忘れないでね。また明日バイバイ。